松田学部です。今回はニュース解説ということでですね、えー、この情報技術を中心とするいろいろなイノベーションですね。これが人間社会を変えていくと人間のあり方まで変えていくというかですね、まあ、デジタル通貨もそうですしですね、量子コンピューターもありますし、いろんな話があるので、最近の動きをいくつかご紹介したいと思います。まずデジタル通貨なんですが、 これはあの、新聞にも出てましたが、三菱 UFJ 銀行といった3メガバンク、あるいは NTT グループなんかの約70社が参加する企業連合ですね。ここがあの、年内にもですね、デジタル通貨の試験発行に乗り出すというニュースがあります。これはあの、銀行預金を裏付け資産として発行するもので、今のところ企業間の送金とか大口決済といった資金用途の可能性を探るということなんですが、早ければ、 来年後半をめどに流通を始める計画もあるということでして、これはあの、このデジタル通貨フォーラムという、大手金融機関や事業会社で構成する、そういうところがですね、実証実験を始めるんですけれども、まあ、3メガバンクの他にいくつかの銀行、誘致銀行なんかも加盟するということで、インターネットイニシアチブ IIGA とかですね、の参加の D カレットを中心に立ち上がった協議会が母体になりまして、 えー、事業会社でも JR 東日本とか、あるいは三菱商事も名を連ねるということでですね。で、業界の垣根を超えた企業が連携した決済基盤というのを目指してまして、まあ、企業間の送金、大口決済のスピードを上げる、送金コストを下げられると、えー、まあ、企業間決済とか、例えば電力取引とか地域通貨といった実証実験も年内にも始めるという、この地域通貨ということで、合津若松市が入っているという話がありますね。 で、共通の決済規模を整えて、デジタル通貨の、デジタル通貨の相互利用をしやすくするということなんですね。まあ、あの、一応これ、銀行預金をバックにして発行されるという意味で、まあ、あの、携帯として見ればですね、電子マネーなので、あのいわゆるデ,デジタル通貨、あの、中国のデジタル人民元や各国の中央銀行のようなですね、えー、法定通貨としての、えー、あのいわゆるデ,デジタル通貨ではないと私は思いますけれどもですね。 えー、そういう試みが進んでいると。まあそういう決済基盤が作られていくっていうのは非常にいいことだとは思います。で、この D カレットが最近レポートを発表してまして、えー、あの、えー、これはあのホワイトペーパーと言われるものも発表してるんですが、10の分科会に分かれて取り組んできた内容で構成したプログレスレポートというものもあるということなんですね。で、このデジタル通貨フォーラムが、 昨年に開催したデジタル通貨勉強会が発展的に、えー、この、えー、なったものがこのデジタル通貨フォーラムというところなんですけれども、ここはですね、えーえー、このお74団体が DCJPY と仮称の名前なんですが、私もこの JPY の話は前から、 当事者から聞いたんですけれども、ここを JCDPY ですね。で、こう、と、称するですね、新たな円建てのデジタル通貨だと。で、その決済インフラの実現に向けた議論を重ねてきているということなんですね。でデジタル、デジタル通貨の最大の価値は本来つながっているべきマネーとデジタル情報の関連付けにあるという考え方があるということで、 で、あの、今ですね、マネーとデジタル情報がバラバラになっていると、離れていると、これをつながるっていうことが、あの、やっぱり非常に重要な革新であると、これからの社会にあるべきデジタルマネーっていうそういうもんなんだと。まあ、これはあの、もともとブロックチェーンの考え方っていうそういうものがあるんですね。で、この DCJPY というのはデジタル通貨を管理する共通領域というものと、 それとデジタル通貨と様々なものの流れをリンク決済させていく共通領域と同期をする付加領域という二層構造のプラットフォームの採用を予定しているということです。で、発行体は銀行が中心になりますが、まあ、将来的には日本国内の個人や法人での利用を対象とした検討も進めていると。で、ちなみに DCJPY というのは価格は変動しない。まあ、1円イコール1通貨として発行する予定だということで、 そしてこの付加領域においてはブロックチェーンを活用していくと。で、様々なビジネスニーズに応じたプログラムの書き込みをしていくということなんですね。まあ、あの、これ、どういうふうに見るかっていうことなんですが、まず、あの、私が、どもがやってます、デジタルアイデンティティ推進コンソーシアムという社団法人の話は時々ご紹介させて、近く本格的に活動を開始します。まあ、すでにデジタル庁政府関係当局とはいろいろ意見交換。 えー、を進めておりまして。で、これは、あの、来年度中にですね、皆さんのスマホにマインナンバーカードのアプリが入って、あの、いわゆる公的認証で本人確認ができるようになると世の中がガラッと変わります。で、それを我々が実現した、で、その流れでこういう主端法人で、このユースケースの拡大をしていくと。で、これとですね、えー、密接に関わらなければいけない話だと思います。今のデジタル通貨の話はですね、確実なデジタルアイデンティティとの連携が絶対不可欠になります。 また、あの、安全なデジタル通貨の保管手段も必要になってくるということで、まあ、今のところ、あの、私ども、これ、え、あの、特に関係してないんですが、我々がこれ、え、連携せざるを得なくなる局面が来るだろうというふうに思います。え、このデジ、確実なデジタルアイデンティティというのは、マイナンバーをベースにした認証基盤でありますしですね、え、安全なデジタル通貨保管手段というのはですね、マイナンバーを実現しているプラットフォームであるというふうに、 え、考えておりまして。で、我々の、えー、社団はですね、どちらも思っておりますので、デジタル通貨フォーラムとの連携、これやっぱり考えていくべきところであろうというふうに思います。え、またですね、今の日銀や世界が考えている、法定通貨としてのデジタル通貨ですね。え、で、今考え日本でこれ出てくるのはあくまで民間なんですが、預金と結びつつ、 いわゆる電子マネーの世界だと思うんですが、その世界の話と一体どういう関係を持ってくるのかというのもこれからの課題。特に松田プランという政府発行のですね、もうこれ究極の財政再建策にもなるんですが、ま、せっかくこういうプランあり得るわけですから、その面についてもこれからですね、まあ決済基盤をちゃんと整えてもらって、それが、あ,あの、機能しているっていうのはいろんなプランにも発展しやすいとは思いますけれども、 いろんなものとのこのリンケージをどうしていくのかということですね。これからいろんな検討が、まあ、ようやく日本もですね、デジタル通貨に向けて一歩歩み出したという意味で意義があると思いますが、課題はたくさんあると思います。それから、あの、ちょっとニュース変わりまして、新潟県三条市が全庁職員に LINE ワークスを導入すると、災害時の連絡なんかに活用するということなんですね。利用者は1000ユーザーに上るということなんですが、 まあこういうですね、いわゆる情報基盤を、えーまあ、情報機能としてですね、えー、この自治体が導入する動きとして、三条市の話、えー。これはあの、LINE ワークスについ,てですついてはですね、コミュニケーションツールでありながら、例えばスケジュールの共有といった多彩な機能がある、いわゆるグループウェアとして活用できると。 で、コミュニケーションアプリ、今の皆さんお使いになっている LINE と似た操作性も持っていると。操作性も似ていると。いうことで、導入すると職員の負担も最小限に抑えられるというのがメリットだということなんですね。で、カレンダー機能、掲示板機能を利用して業務を効率化しているということで、参上市ではですね。えー、また災害時の連絡ツールとしての活用、あるいは医療機関との連携をスムーズに行うということなんですが、まあ LINE といえばちょっとセキュリティの問題があったので、 これ、あの、一時ですね、あの、まあ、公的部門からの撤退なんて話もあったんですが、このセキュリティは気にしないのかなっていうのはちょっと気になるところですけれども、まあ、こういったですね、情報基盤の実装ってこれから進んでいくと思いますが、やっぱりこのセキュリティというのは非常に重要な問題になってくると思うので、まあ、あの、私どもは考えてる、あの、これ、あの、これから実現させようとしてるですね、セキュリティ基盤というものと、本人確認機能との連携どうしていくのかなというのも課題かなと思います。 ちょっとこれ、まあ、少し話、話題が変わりまして、ドローンですね。まあ、ドローンといえば人がいる場所で目視ができる範囲でしか飛ばしちゃいけないっていうことだったんですが、来年度中にはですね、国の許可なんかを取った上で目視できない状況でも機体を飛ばすことができるようになります。で、これをめがけて、えー、メーカーの間ではですね、今まであの、ドローンといえば映像の撮影というのは中心だったんですが、これから物流、災害向けに機能を特化させた、 機体の開発が活発になっているというニュースです。えー、例えば、東京のあるベンチャー企業は、物流に特化した機体を開発、ドローンの機体を開発しまして、山梨県のある村,村でですね、小菅村っていうんですかね、食品や日用品を配送するサービスも始めているということですで。このドローンは最大5キロの荷物を運ぶことができるということで、村の拠点から数キロ離れた地点まで、1回300円の送料で商品を届けていると。 こういったサービスを他の地域に広げるということで、ドローンは物流分野で活躍する可能性が最も高いというふうにも言われているそうです。また、あの、秋田県のメーカーは災害対応に特化したドローンを開発しているということで、雨や強風でも飛ばせられるようなドローンだそうでして、スピーカーを搭載して住民に避難を呼びかけることもできるということです。 このドローンが映像で、あのー、映すという使われ方をしてきたってことで、私も数年前にですね、広島のあの、えー、あの土砂災害をやりましたね。で、あの後、現場に行ってドローンを飛ばしまして、山の中にドローンでこう、写真を撮ると、映像を撮ったんですね。で、航空写真では全然見えない。もう1メートルや2メートルの石ころまでですね、もう細かく見える。まあ、あたかもですね、 あの、人間の体で言いますと、えー、レントゲンで撮った胃の写真とですね、あるいは内視鏡で撮った胃の写真とはど,どっちが精密かっていうぐらいの差があります、えー。このドローンっていうものの映像に使われ方っていうのは素晴らしいものだと思ったんですが、これを物流とかですね、あるいは災害のいろんな用途で、問題はやっぱり風に弱いとかいろんなことあったんですが、雨や強風でも飛ばせるっていうことであると、これは災害現場で、 え、このものすごい活躍するだろうなという期待ができます。できると思います。え、それからちょっと海外に飛んでですね、これ 3D プリントを義眼に装着する装置、え、ということができるという話なんですね。これロンドンの郊外に住む方がですね、左目に義眼を装着する処置を、3D プリントでこの処置を受けたという実例が出たそうです。患者向けに完全デジタル作成された。疑眼。え、初めてだそうでして、 で、本物と同様の瞳の深さなんかを出せるということなんです。で、普通の擬眼ですと手作業で円盤に交際を描いた後ですね、それをですね、眼下に埋め込むということで作成されるんですが、ここでやったのはですね、まあ このやり方ではですね、あの、光が目の完全に奥に届かないと。でもここでやったのは、よりリアルな見た目に、見た目になるというようなことで、そしてあの 3D の擬眼の作成では、眼科をですね、えー、デジタルスキャンして詳細な画像を作り出して対応するということですね。で、この 3D プリントを使いますと、擬眼の作成にかかる時間が今までの6週間から約2、3週間と半分に短縮されると。 ということも言われています。3D プリンターはここまで来ていると思いますね。それから、今度は日本の東大教授がですね、脳の改造計画というのを進めているという話題なんですけれども、えー、脳と人工知能 AI をつないで人間が持つ能力を拡張をしようと、念じるだけでロボットを操るとかですね、考えていることを AI が翻訳しているといった次々とこのいろんな研究成果が出ているんです。我々は考えたことが文字になって出てくると。 いう時代がついに来たわけですね。で、人工知能を使ってですね、人間の潜在能力をどう生かしていくべきかというところにこれから研究が進んでいるという話なんですね。で、もともと、これは私も自分の著書でもちょっと書いたことがあるんですが、人間は道具を持ってこの文明を進化させてきた存在ですね。で、自然との間に道具という媒介物があると。で、ここがですね、他の生物とは違うところだという。 でこの道具を進化,さ進化させることで生存領域を拡大させ文明を発展させてきたんですが今はですね人間そのものが道具と一体になることによって人間そのものが変わっていくいわゆる人間その存在そのものが進化していく時代を迎えつつあるということは私も前から申し上げてきたことなんです で、まあ他の生物たちはですね、この DNA が変異することによって生物的な進化を遂げてきたんですが、人間はですね、まあ人間人類が誕生して何十万年か経ちますけれども、我々はあくまで人間の体、身体という物理的制限から解完全に解放されることなくですね、物理的身体は同じで道具を持ってしあのいろんなことをやるようになってきた。で、この道具が人間と一体になりますと、 人間が変わっていく、今申し上げてる。これ人工知能と人間が一体になるということなんですね。これは実はですね、私が東大の大学院客員、情報学科の客員教授をやってた時に、同じ情報学科にですね、ヒューマンオーグメンテーションっていうですね、ヒューマンオーグメンテーションという、大変あの興味深い講座がありました。今もあるかどうかわかりませんが、これは何かと言いますと、 ま、あの、将来、あの、いわゆる人工知能革命で、コンピューターが人間の能力を上回る時点が、これがシンギュラリティっていうのは来るんだという説がありますけれども、でも、やっぱり人間しかできないものがあると。で、人、だったら人間と人工知能を一体化させれば、人工知能をはるかに上回れるんじゃないかと、こういう考え方なんです。身体能力をそれによって拡張するとか、存在を拡張する、例えばテレプレゼンスとかテレイグジスタンス、 存在の限界を取り払うとかですね。まあ、どこでもドアみたいな話ですね。これはですね。それから、知覚の拡張ですね。これはウェアラブルコンピューター、えー、ウェアラブルコンピューティングとか、オーギュメンティッドなんとかとか、そういうものですね。殻の中にいろんなものを入れてですね、視覚や聴覚といったもの以外のいろんなこの感覚というものをですね、人間が知覚として認知できるようになる。あるいは認知能力の拡張。 これは理解しゅ、理解習得するプロセスそのものを拡張すると。こうなると脳みそまで改造してしまってですね。いや、こうなると人間って一体何なのかっていう定義の、もうですね、変えていかなければいけないかもしれませんし、そもそもそういうことをどこまでやっていいのかっていう倫理の問題も出てくるかと思いますが、ただ、あの、今の情報技術の進歩ってもうそこまで来てるということです。えー、人間が自ら変わることによって進化する時代が来るっていうのは、 想像もしない世界が我々が生きている間に訪れるということだと思います。それからですね、あの、今度はあの、コンピューターの話で量子計算機、量子コンピューターですね。えー、この間あの、日本は今、富岳で計算能力があ世界一だということを誇ってるんですが、しかしいずれは量子コンピューターの時代になります。で、富岳も、あの、来年にはですね、アメリカや中国に追い抜かれるっていう説もありまして、 で、一方で、量子コンピューターに向けて政府も開発を、基盤技術の開発を加速するということで、今年度の補正予算で360億円を計上ということですね。えー、既存のスーパーコンピューターの性能をしのぐ量子,量子コンピューターの実現に向けまして、アメリカ、ヨーロッパや中国の政府や企業が巨額投資をやっている、日本を巻き返しをすると。 で、2050年頃の実用化を目指すということです。これはあの、ムーンショット型研究開発事業の一環というふうになってまして、すでに、この、量子コンピューターに関する事業は、2018年度から開始されているということですね。えー、で、特にあの、量子コンピューター実現の鍵となる基礎技術のうちですね、これは私も専門家でないので、きちっと説明ができるわけじゃないんですが、誤りを直しながら正確に計算する誤り体制という技術が、 でこの技術の確立を目指すということですで。これが確立されますと、大規模な集積化を実現しながらですね、十分な計算制度が保障できるとで、様々な産業用途で応用が期待できるということで、2050年までに誤り体制型汎用量子コンピューターの実現を目指していくということですね。 で、ま、あの、量子コンピュータの開発をめぐってはですね、Google や IBM といったアメリカの大手企業、あるいは中国を科学技術大学になどといった中国の研究機関も、画期的な研究成果を相次いで発表しているところで、やはり日本もですね、これに負けてはいられないということだと思います。 さて、あの、情報技術の進歩が、労働の価値観まで変化させるという、まあ、次の社会は大きく変わるということについてですね、あの、ちょっとあの、面白い指摘があります。これはアメリカの方で起こっていることなんですが、え、週4日勤務制というものに対する要望が、要望が強まっているということですね。で、今、アメリカでは記録的な数の労働者が仕事を辞めていると。 で、まあ、あの、いわゆるコロナで皆さんも仕事から離れて、えー、そして、じゃあ戻ってこいよと。景気が元に戻ったから戻ってこいよって言っても、なかなか戻ってこないって話があって。まあ、これがね、インフレの状況とか物不足、品不足っていうのは言われてることなんですけども、えー、で、仕事に戻る人が減っているという、ちょっと、これは、あこの、注目すべき状態、事態が起こっています。で、その解決策としてですね、 最近仕事を辞めたアメリカの若年層、22歳から35歳に対して、元雇用主は退職を引き止めるために何をすればよかったかと尋ねたところ、32%の人が週4日勤務制を提案してくれたら残ったと答えたそうです。で、これは賃上げしてくれたら辞めなかったと答えた43%に次いで、43%で2番目に多い回答なんですね。そして回答者の約80%が週4日勤務制を支持していると。 いうことなんですね。でも、古いやり方には戻りたくないと。まあ、アッタコロナっていうのはもう、不科学的な変化、元に戻らない変化をもたらしている一つの事例かもしれません。で、そもそもですね、我々の一般的な基準っていうのは、週40時間労働っていうのは、まあ今35時間と言われていますが、この週40時間労働っていうのは、20世紀の初頭に、まあ、労働運動に、労働運動によって苦労して勝ち取った成果だったんですね。 で、それからどん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 、あの、この労働時間が短縮されてきまして、で、あの、20世紀の、あの、最大の経済学者でもあります、ジョン・メイダー,ード・ケインズがですね、ケンズが、労働時間は徐々に短縮されていくと、2030年頃までには週15時間労働になるだろうという予測も出してるんですね。えー、だんだんここに近づいていくのかなという感じがします。 え、で、しかしですね、実際はあの、給与所得者の労働時間っていうのは減らないんですね。まあ、増える一方なんですね。だからなかなかこの、えー、産業界がですね、この、こちらの方に乗ってこないと。特に大企業は自分の会社の利益に影響を及ぼすような変化には消極的であるということで、 ええー、ま、あの、生産性は別、度外視してもですね、少ない勤務時間に対して同じ報酬を支払うということには皆さんなかなか同意しにくいということもあってですね、ただそうは言ってもですね、意識の変化っていうのは急激に進んでいるということはあると思います。ま、実は、あの、人工知能革命、AI 革命が進みますと、いずれ今の産業界で働く人々は4割ぐらいいらなくなるとか、半分ぐらいいらなくなるとか、そういう予測も出ています。 で、そうなってきますと、人間は一体何をする存在労働という価値観も変わってきて、えー、労働というものが、あこれはあのみんながやるべきものであるということではなくなってくる社会が来るかもしれないという。まあ、昔あのギリシャのポリスでは市民というのは労働はしなかった。労働は奴隷がするものだったと。これからは労働は AI やロボットがするものであるという時代が、えーまあ、みんながみんなそうでなくてもそういう価値観がどんどん出てくる可能性があるんですね。 まあ、あの、その時の経済的な仕組みをどうするかっていうのは私は別途議論してますけれども、えー、情報技術の発展というものが我々はとにかく労働をすることが美徳である。って、労働をしなければ所得は稼げないんだと。えー、働かざる者食うべからずというパラダイムでずーっと生きてきたんですけれども、えー、それがそうでなくなると、情報技術の発展によってですね、えー、どういう社会を築いていくのかということがこれから本格的に模索されてくる。まあ、あの、最近の技術の発展というのは、 社会が我々は想像している以上に大きく変わっていく、それを促していくということになるということで、今回ここにつながるいくつかの技術を紹介いたしました。どうもありがとうございました。